東口駅舎駅前風景宇都駅は、熊本県宇都市30町にある、九州旅客鉄道の駅である、宇都市の中心駅である。鹿児島本線を所属線とし、当駅を起点とする三角線を加えた二路線が乗り入れる。なお三角線の列車はすべて、鹿児島本線熊本駅を起点としており、熊本駅当駅間と三角線を合わせて、天草三す線の愛称が用いられている。 かつては、鹿児島本線の優等列車がごく一部停車していた。2011年3月12日のダイヤ改正で、当駅に停車する優等列車が一時はなくなったが、同年10月8日から天草三す線の観光特急 A 列車で移行が停車するようになった。2019年3月16日改正まで必殺、オレンジ鉄道線から直通していた、快速、スーパーオレンジは、 有等列車ではないが、設定当初から直通取りや休止まで一貫して通過していた。1947年から2009年まで使われた駅舎2005年頃のホームの様子この駅を開業させたのは九州鉄道である。1895年1月28日に川尻駅から松橋駅までが開通して、当駅が開業。その後熊本方面と天草。 島原との連絡のため八百九十九年十二月二十五日に、当駅から三隅駅までが開通しこの駅は、文京駅となった。九州鉄道の国有化は年7月1九百七年七月一日のことである。その後1九百九年十月十二日には、線路名称が制定され、文字駅から八大駅を経て、人吉駅までが、人吉本線、当駅から三隅駅までが、 三角線とされた。人吉本線の名前は長く続かず同じ年の11月21日には、人吉駅と吉松駅との開通によって、文字駅から鹿児島駅までが一本の線路でつながったので、この区間が鹿児島本線とされた。その後は1987年4月1日、国鉄の分割民営化により、九州旅客鉄道に継承され現在に至る。 島式ホーム一面二線と通過線一線を有する地上駅で、橋上駅舎を備える。東口と西口は自由通路で結ばれている。駅構内には三角線の CTG センターが併設されていたが、業務委託駅となったため、熊本駅へ時の移転している。開業当時の初代駅本屋は、太平洋戦争末期、米軍のうどく襲により消失した。 九州新幹線の建設と合わせて東口を新設し駅全体がリニューアルされた。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅。緑の窓口のほか自動券売機が設置されている。2016年からの1日平均乗車人員の推移は下記の通り。南北に在来線線路と九州新幹線の線路が並行して走っている。 三角線は当駅の南側で、鹿児島本線から西側に分かれる。宇都市の中心部は当駅から南に800メートルほど離れており、駅周辺は街外れであったが、近年は周辺にも住宅が増え、カインズ等の商業施設も進出している。ありがとうございます。